今回ですね、DXTeen さんからブランドニューデイということで、こちらのオフィシャルミュージックビデオを見ていきたいと思います。収録ボタンをファイということで、ラポネボーイズさんと呼ばれていたボーイズの方たちが、デビューをされて DXTeen さんというお名前になられてということで、プニューに参加されていた方たちも、この中のグループの方たちにいらっしゃるというところもございまして、ちょっと見ていきたいなというところでございます。早速行ってみたいと思います。著作の関係などの音はこちらに聞かせていただいてというところになりますので、ご了承ください。それでは行ってみましょう。レッツアーゴーズ。おー、なんかもう。待って。気のせいか、ハルくん？ハルくん？寺尾くん？いた？寺尾くんね？おー。祝入学？おーおー。なるほど。制服系ね。ちょっと待ってくださいね。めっちゃいいんだけど、お名前出てたから今。あ、ほら、あゆたくんだ。そうよね。寺尾くんよね。なるくんか。はるくんって呼んじゃってんだ、いつも。なるくんだ、なるくん。波ですもんね。せやせやせや。最後のロゴが出てくるところまでめちゃくちゃ凝ってる。素晴らしい。すごい。クオリティの高いミュージックビデオ。いきなり？いやー、待って、だって、お寺の寺尾くんでしょ？この方素晴らしいですね。ちょっと初めてご覧になる方だわ、多分。他にもメンバーの方いる？なるくん？入学式ね。なんか、わかんないですね、年齢がどっちか。大人っぽい雰囲気はあるけれども、ヘアスタイルとかからなのか何なのか、ちょっとこう、若いといえば確かに若いけどみたいな。うわー。制服もだから2種類、夏服と冬服を作って、取りに行って、それをなんか着てるみたいな感じですかね。もうその、何ですか、採寸っていうね、入学式が始まるワクワク感よね。おー、なるくんのラップ素晴らしいですね。なんか俳優さんみたいなお顔。あー、撮影はでもこれ韓国かな。さすがにこのクオリティはいいですね。あのブレザーの色が変わるの、キラキラなんだよな、すごい。あー、いい。新しい学生証の中にこう入ってくってなんかいいですね。かわいいな、めちゃくちゃいいな。え、待って、めちゃくちゃシーンの数ある。すごい贅沢に作られてると思います。かなり力が入ってるというか。うわ、いいビジュアルです。ここも面白い。切り替え、ちょっとこうテクニックといいますか、映像の編集の技術力みたいなところもすごい光ってる。ここら辺も細かいですよね。あのフォーカスが真ん中にピューってこう変わるじゃないですか。こういうところとか顔認証の部分ですよね。待って、めちゃくちゃいい。すごい。ということは、ラポネさんの3グループ目になるということですかね。音楽いいし、MV いいし、ビジュアルいいし、スタイリングもいいし、楽しみじゃないですか、これ。ラポネさんの快進撃、昨日 JO1 さんのタイガー見て、いや、めちゃくちゃやばかったんですよね、クオリティが。だからそこにこう、追随するかのように今こう見てるところではあるんですけれども、素晴らしいクオリティだ。どんどんレベルが上がってるラフォネさん。もう事務所さんとしての力の入れ方みたいなところも伝わってきますよね。
リクエストありがとうございましたということで、引き続き皆様の感想などもよろしければ下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございますのでよろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。